マノチです。よろしくお願いします。スター発掘矢野雅也物語。いや。予定通りの4月の17日の、オリックス戦まで進めました。3連戦のうちのケツ2戦の方ですね。はい。で、評価が1軍昇格目前になったんですよね。目前になってから2試合ぐらいやったかな。で、まあ安定してヒットも打ててるし、難易度も変えてないので、もうすぐに1軍に上がれると思います。はい。コメント読んでいきましょう。セーフティーバント。あ、これ見ましょうか。今日目標にしましょうか。いや、ちょっとね、迷ってるとこであるんですよね。今、もう圧倒的な成績残しても、パッと1軍上がりたいっていうのもあるんだけど、だから1軍上がってからのセーフティーバントにするか、1軍上がったらその難易度も上がるんで。いや、今日やるわ。今日やるわ。今日の目標、セーフティーバント1個目指します。システム、選手データ設定、装備変更。これで装備品を変えることができるぞ。ありがとうございます。変えておきました。ソックスを、長いやつっていうんですか、に変えておきました。ありがとうございます。プロスピ2013からやってるけど、ずっとリアルスピードでやってきたから、ベーシックスピードとかミドルスピード、逆に打ちにくい。すごいね。俺もリアルスピードとかになったら、打ちにくいとかってやつじゃないもんね。気づいたらキャッチャーミット。メヒア選手、退団。ねえ、家族とまあ離れ離れ、まあねえ、しゃあないですよね。うん、なんか そうだね、ちょっと、悲しいだね。それはまあ俺は日ハムファンですけども、まあ、単純にその日本のプロ野球ファンとして、あ、悲しいなっていうのは思います。メジャーかぶれだから野手が声かけてくれないのかな。これさ、どういうつもりでこの文章を書いたのか全く分かんない。全く分かんないけども、なんだろうな、なんかすごいぐさっとくるぐさっとくるよね。メジャーかぶれだから声かけてくれないのかな。すごい好きこれ。よし、やりますか。はい。まあ、おそらく早ければ俺この試合で、一軍昇格ありますよ。ちょっと今日こそなんかちょっと守備の見せ場欲しいですね。頑張りましょう。いや、そういえば今日さ、買い物行くときにさ、買い物するときに、おばさんとかが持ってるコロコロのやつあるじゃん。あれ、名所なんていうのか分かんないけど、多分伝わると思う。両手で持ってなんかコロコロ転がして、なんかその、ここになんかバッグみたいについてるやつあるでしょ。ちょっと待ってね。ペッチくーい。あ、ほら、靴下変わってるでしょ。いいでしょ。うん、どうせやることないね。はい。んで、まあ、その、コロコロ転がしてるおじいさんがいたんですよ。で、遠目から見て もう腰の角度90度の、おじいさんで、なんか立ち止まってたんだよね。あ、具合悪いのかなと思って、まあ、その暑さでやられてんのか何なのかちょっと分かんないですけども、まあ、立ち止まってて、まあ俺遠くからね歩いてきてたんですけども、それ見かけて遠目から見ても分かって、あー、ちょっと近寄って声かけようかなと思ったのさ。まあ声かけて何ができるか分かんないけど、まあ大丈夫ぐらいなさ、声かけぐらいしようかなと思って近くに寄ったらね、そこら辺のワコードよりも速いスピードで進んでったっていう話。打率5割やりすぎでしょ。うん、したことじゃないか。俺も即一軍あるから。あ、待って待って、ごめんごめん。セーフティーバントね。ぶちかますから、見てけ。ん？いや、どうだろう。もう一回、あ、これ、追い込まれた。普通に打つわ。いや、もう一回やらして。なんかちょっと感覚がね。うんって思ったな。スイッチだからなのか、俺がまあ単純に鈍ってるのか。うん、あのね、わからん、なんとも言えないな。普段の俺のセーフティーバントの感覚でやるともう遅い気がする。今のはなんか結構当てにいった感じだったんですよ。今のタイミングが良かったな。ただ当て方が下手だったってだけで。あ、ピンチ任せろって。任せろ。取ったらファースト。これマジ大活躍するシーン。飛んでくる気がする。
つまんないもん。いや、ま、いや、これさ、なんだ、たまたまかな。こんなにとん、まあ、飛んでこないことあるから、ゲッツチャンス。俺、あれだからね、これ動画何本目 ?3 本目 ?4 本目?いまだにセカンドに1回もないってないから。いや、マジ飛んでこねえな。だってあれだもん、矢野くん今カカシ置いとけばいい。ショートにカカシ置いとけばこと足りるからね。マジで飛んでこねえから。いや本当に飛んでこないんだって映さなくていいよ。だってもうあれでも動く気ないもん。エグザくんしっかり。何やってるの、暇ですよ。バッチゴーイ。一応言ってみるわ。えらいことなった。えらいことなっても。今、あ、見た見た今。ピッチャーショートにらんだよね。あいつがなんか言うから嫉妬したんだぜ、みたいな感じで。すごい人のせいにするタイプ。いやー、ダメだ。友達になりたくない。あ、そう、友達思い出した。初期選手がね、友達になってくれたよ。ツーアウトか、ちょっと、これは、ちょっと普通に打ちますね。打ちますねって打てればいいけどさ、なんとかします。あー、ちょっと待てよ、ノーヒットだぞ。成績は残しておきたいんだよね。おい、気をつけろよピッチャー、ショートからうっせえヤジ飛ぶぞ。何か言ってやろうか、俺が後ろから。おい、ドキドキしてんじゃないな。打たせてっていいよ、噛んだよ。ヘイヘイ。いや、違うんだって、今のね、一応、ヘイとかヘイとか言ってたけど、勝手に動くんだって、ある程度は。だから今、俺、コントローラーいじってなくても取ったよ。まだ活躍しない。いやー、すまん。まずいな、コンディションが下がってしまった。一本打たないとな。で、この後になぜかね、大型連休が待ってるから。ちょっとここで打ちたいぞ。はい。とりあえずね、ヒット一本打てれば、ちょっとセーフティーバントな、成功させたいな。成績云々もあるけど、あ、もしこの動画中に、1軍上がれなければ、もうその上がる瞬間取らないです。次の動画からもう1軍になってます。さあ、これ今取れなかったことに関しては俺悪いかな。なんか頑張ればどうにかなったかもって思ったら、なんか無視した方がいいかなって。自分に都合悪いから。いざーな、ピッチャー。おい、な、後ろから何か言ってやろうか。バッチゴーイ。いや、ちょっと待って。呪いの言葉だもんな。呪われてるもん、バチゴ言ったらびっくりするもん。ホームランがデッドボールしかないんだもん。もううかつに言えないよ、俺だって。だって言うたびに何か起きなきゃいけないんだから。だからもう言わないとか。呪いの言葉っていうところまででも止めとくわ。よっしゃ、打ってやる。ちょっと一本打っとこうぜ。ちょっとごめんね、セーフティーバントは。うん、まあ一軍上がってからもチャレンジはします。いや、あとね、そう、初期選手がね、能力見たら内野安打持ってたんですよね。ちょっと欲しいですよね、内野安打ね。ダイナバッチ、とりあえず一安心ですね。一安心です、一安心です。で、ちょっと、セーフティーバントチャレンジしたいですな。もうちょっとセカンド投げてやろうぜ。バントとかいいから、そういうのお呼びじゃないから。俺だってゲッツーしたいもん。こうボール取ってセカンドにホイって投げてさ、そういうことやりたいんだよ。プレッシャーかけてやろうか、後ろから。暇だぞ。いやー、やることねえもんな今んところ。あれだもんな、大声出してピッチャーの邪魔しかしてないもんな。
そういう役割じゃないんだよ。よし、まあ総力的にはね、あ、じゃあ俊足警戒にはなってんだ。おい、どうどう、相変わらずバントうまいでしょ。よし、いくぞ。取ったらね、罰なんだよ、もう分かってから。もうやることない。いや、バッチこいて言いてえけどな。言って何も起きなかった時が寒すぎるからな、言えないな。よし、ゾクゾク君、フライ取るの緊張するだろう。いや、まあバントでしょうね。まあそれはなんか俺ももう予感としてはあったわ。しゃあない。いいんじゃないの。いや、今ちょっと狂気見せどころだったんじゃない。惜しかったですね。いや、やることねえな、困ったな困っちゃったな。はい、じゃあ、気合入れていこう。もう打たせてっていいから、もう取るから。よし、打ちますか。どうします、セーフティーバントもしちゃいましたよ。セーフティーバントしちゃったからな。もし次もう一回打席回ってきて塁出れたら盗塁いってみますか。あー、一塁ランナーいるな。バント警戒か。いやー、まあ、どまい、しゃないでしょ。よっしゃ、活躍するぞ。今んとこあれだから、取れそうなの2個あって2個無視してっからな、俺な。今マジ役に立てないから。えい、いいぞ、回ってくるかい。よし、ちょっとここは本格的に打ちます。はいえ、ちょっと待って、今マジフルキーしかなかった。あのストレートに張ってフルキーだったというか。ああ、よかった、変化球だった、どうしようと思った。きたねもうね、多分俺のきたねの他ぐらいで俺バツボタン押してんだけど、もう止まらなかったよね。分かったもん、あ、これストレートじゃないなって。ただもう振っちゃってた、しょうがない。多分マルチでしょ、もしかしたらあるかもよ、一軍昇格。ない、自由行動日か。ちょっとあの選手行為で初期選手行っていいかい。うわー、時間かかるなーこれ。まあしゃあないんだけどさ、内安打魅力的じゃない。まあ低弾道もまあ魅力ではあるんですけども、絶対内野安打でしょ欲しいのは。てかユーティリティ性すごいね。登録はセカンドなんだね。なんとなくサードのイメージは俺の中ではちょっとあるかな。あ、そうでもないかな。セカンドと言われればセカンドかな。練習しちゃってごめん。練習したくないよね、ごめんね、真面目なもんで。ちょっともう一本いきます。もう一試合か。ちょっともう一試合いきましょうか。守備なしでいきます。あの時間的にね。で、塁出れて盗塁チャンスであればその時に盗塁オンにして、走るという形の一試合取って、でこの動画終えましょうか。で理想を言えばこの試合で俺は、一軍登録されること。守備はもういい。
だってピッチャーびっくりさせるか球飛んできても取れないから一軍じゃないとね俺ね守備はやる気ないよ。二軍だとただ騒ぐだけだよ。よし、盗塁1を目指します。とりあえずあの目標のセーフティーバントも成功させたので、ちょっと盗塁は成功させましょう。昨日、のどおい、これ行こう、止まるから、これ二塁行けるやつだけ止まるから、俺見とけって。いやー、ただなー、ネクストバッターが何をするかなんだよな、そこが全く予想できないんですよね。できれば1球見たいんですよ。その1球で打たれる可能性が怖いね。バント、いやー、おこれバントしていいぞ、俺走るぞ、ホーム行くぞ。バントねえのか。いや、バント指示出ねえかな。ワンアウト三塁作ろうとしないかな。多分まともにやっても3投はいけないから。来た、頼むぞ、成功させる、俺走るぞ。もういい、走るわしょうがないね、これはしょうがない。いや、ここ行きたかったね、ホーム行きたかったね。飛距離スペシャル久々に見せたかったわ。よし、もう一回打とうぜ。なんとか今いるランナーを、うん、サードいけるべ。よし、もう一回走るぞ、もう初球でいけるわ。てかさっきのね、あの3投のタイミングがバットだったのがちょっと納得いかないんだよね。相当速く走ってたと思うんだけどな。え、すごくないこれなんか普通にすごくない。はい、クイックマイナスなの、ここで見れるか。あ、マイナスか、だからか、俺がすごいわけじゃないんだな。はい、じゃあもう一回走るね。もう絶対いける、絶対いける、牽制さえ来なければいける。まずこういうの俺牽制来ても戻れないから。危ない危ねえ、戻れた。いやすごいですね、こういう稼ぎ方もできますね。意外とセンスがあったようで。いや、ずいぶん投げるね。オープン戦だし変えても、あ、オープン戦じゃねえや変えてもいいんじゃないかと思うけどね。もう7回まで、6回まで投げてるわけだし。なんかしたいな。セーフティーバントもう一回見せたいですな。いやー、ちょっとやっぱなんかちょっと感覚が違うな。いや、俺がもう感覚鈍っちゃってるのか、やり方というかなのか、そのスイッチの仕様的にもうそこが変わってんのか、何が原因か分かんないけど、とりあえずなんか違う、自由にバントは操れない気がする。送るとかはできると思うんだよね。セーフティーバントってなるとなんかちょっと難しさを感じますね。もう一回塁に出て走りたかったな。ただ成績自体は悪くないですよ。いやー、上がってほしいな。どうせなら動画の中で上がりたいわ。上がれんのかい。ああよ、ありがとう。いくらよ。厳しい50、厳しいな。いや、まあ、ちょっとプロ野球、いや、まあな、しゃあないな。うん、ドラ6、プロ野球選手といってもまあドラ6、月50、しょうがないですね。まあ、どっかで活躍すればね、もう跳ね上がるわけですから、この50が月100、200、300、400と増えていくわけですから、まあ、夢ある職業ですけども、50はちょっと寂しいですな。はい、ということで、終わりましょう。次回の動画は何月何日か分かんないんですけど、もう絶対に俺1軍は上がるから、もう難易度変える気ないから、1軍上がるまでは。なので、次は1軍
スタート時点からの動画になります。上がれるよなあまりにも上がれてなかったらもうどっかで撮るけど、もうおそらくすぐ上がるから。はい、ということで、終わりましょう。終わり、バイバイ。